こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀夫です。今日は出品価格の、まあ、設定の考え方。まあ、それについてなんですけど、まず値付けについての絶対的な法則はないと。えー、よくま質問を受けるのがね、えー、一般的な話でこう,こういう場合はどう値段をつけましょうかという相談を受けるんですけど、まあ、本当にね、商品ごとにどんな人が買うのか、まあえー、ライバルが強いのか弱いのか、 今、その商品がなぜ売れてるのか。まあ、そういうことをいろいろ考えるとね、まあ、覚悟を決めるのに決める、えー、考えるべき要素っていうのはね、その数個じゃなくてね、まあ、数十個、もしかしたら数百個あって、まあ、それを単純にこういうケースはどうでしょうと、一括りにね、えー、くくってしまうのは難しい。まあ、逆にくくってしまうと、高く売れるものを安くしちゃって儲けを少なくし、あるいは儲かんなくなったり。 安くしか売れないものをいつまでも不毛に見つけ続けてね、全然儲からない商品しか見つからないということになります。まあ、本当、まあ、誰でもできるだけ高く売りたいと考えます。しかし同時に価格設定が高すぎると売れ残ってしまうのではないかと心配もします。この質問の答え、非常に難しく明確な答えはありません。経験によって、まあ、どんどん精度を上げていくというのがね、この価格値段付けの えー、正解に近い話です、まあ、ただ、そうは言ってもね、えー、じゃ数ヶ月で稼ぎたいとか、半年で稼ぎたいとか、ね、経験って何年だよと、1年か、2年か、3年か、もしかしたらそれ以上かと、まあ、待ってられないんで、まあ、そのためにサポートを提供しているわけなんですが、まあ、まあサポートを受ける前の段階でね、まと、あ、くりにできないといっても、目安が欲しいというのはあると思いますので、それについてお話します。 まあ当たり前ですけどね、人気商品やレア商品ならば価格設定が多少高くとも売れる可能性があります。まあそう,そ,うそうですね、需要と供給で決まりますんで。まあ反対に出品者が多く市場にダブついている商品なら安くしないと売れません。ね。また商品によって購入希望者の金銭価格にはかなりの温度差があります。厳しく最安値を狙う層が多い商品なのか、価格にはこだわらず面倒なことを抜きでサクッと手入れたいと思う商品なのか、まあ ろ考えるところがありますすす、まあ、経験によって培われていくんですけど、まあ、目安お伝えしますまず当然ですが、Amazon での現在の販売価格見ます。自分の商品を新品カテゴリーで販売しようと思うときは、新品カテゴリーで販売している他の出品者たちの価格設定を参考にします。今現在ね、オーストラリアはまだ新品しか出せませんので、まあ、新品の、えー、1種類という形になります。 これ、出品するときね、出品者の中で一番安い価格、最安値にとらわれてしまう人がいます。どうしてもね、日本の普通の買い物感覚だと、一番安いものを買うともう。もう日本人は価格に敏感すぎますのでね。まあ、だからこそ仕入れ場所として最適なんですけど、まあ、最安値で全部金額を考えてたら、えー、高く売れるものも安くしか売れないで損しちゃいますし、商品探しの中でね、最安値でも利益はね、取れる、ちゃんと取れる商品なんて言ってね、 探していいたらら商品がほとととんど見つからなないいうことになります、まあ、出品するときは、ね、この最安値を気にすんじゃなくて、えーまあ、最安値だと、ね、100があって1利な,なし、全部最安値で売るってことは、ね、100があって1利なしです。それは最安値で売っても、ね、バンバン3割、4割、5割、儲かる商品が見つかる人はそれでもいいですけど、そんな人はめったにいないです。 まずは、アマゾンプライムの最安値を基準にしてください。私がお勧めしている基準は、ライバル出品者のうち、アマゾンプライムに対応している人の最安値、または2番目に安い価格と同じ値段をつけるということです。これはね、一番安い人はさっさと売れていくんで、その後補充する前に2番目の人が売れるというのもあってね、主に不用品なんかはこの売り方で売ってます。えー、ただ、新規出品でね、えー、まだ取引実績が低いうちは、まあ、最安値でね、あの、 FBA を使っている人の最安値で売るとで Amazon プライムに対応している出品者というのは FBA サービスを利用している出品者のことですでこれオーストラリアの Amazon でね、えー、US アマゾンが唯一の FBA 出品者ってなってた場合は商品プラス送料で書いてありますのでその商品に送料を足した金額で出品してくださいで一方 Amazon プライムに対応していない出品者は自分で商品を発送している出品者です Amazon プライムに対応している出品者は自己発送グループよりも高い価格設定をする傾向にありますそれはね FBA の手数料がかかるという問題もありますがアマゾンでは FBA 利用者を優遇するシステムを取っているため高い価格でも売りやすいからですあなたも FBA 利用してアマゾンプライムに対応している出品者の価格設定に合わせるべきですアマゾンプライムに対応している出品者が何人いようと 安い値段をつけていても忘れることはありませんライバルはアマゾンプライムに対応している出品者たちですこれ例えば日本アマゾンもねオーストラリアアマゾンも今中国人がね中国は送料も安いんで海外に送る送料も安いんで自己発送で安く出してますそんな金額に合わせたらね全然売れませんしあ全然儲かりませんし逆にその金額じゃなくても売れる商品を探すというのが商品探しなんでねもう最安値じゃなくてもいいと いや、そう言っても、最安値じゃ,な,くじゃなきゃ売れませんよという場合は、それは商品探しが間違ってます。最安値,最安値じゃないと売れる商品しか見つからない場合は、まあ、商品探し、自力で探すのを諦めてサポートを受けてください。で自分で売る場合も結構ね、FBA で出したら FBA で高く売れる商品がいっぱいあります。 なぜならね2週間3週間経たってねカタログに載ってない商品が届くっていうことがよくあるんであの自己発送の出品者の場合そんな商品買いたい人いないんでね FBA から買う人が多いですで FBA から買う人が多い商品を見つけるのがアマゾン輸出で稼ぐ商品を見つけるコツです、まあ、できるならねアマゾンプライムに対応してる出品者が少ない商品を狙っていきましょう、まあ、そうは言ってもね ライバルが多い商品だと自分が売れないんで、アマゾンプライムで出してる出品者がいないとか、一人しかいないとか、まあ、そういうところに出品します。で自分で商品を発送するときは、価格に上乗せせずに送料を設定する。まあ、これ、オーストラリアアマゾンでは全くお勧めしてませんけど、例えば日本アマゾンでね、えー、不要品を売る場合、不要品っていうかね、例えば今使っている空気清浄機を売り出すと、ねで。使いながら売り出して、売れたら、 自分はもっといい最新式のものとか音が静かなものを買うとかいう場合にはね、使いながら売る場合もあります。そんな場合は送料を上乗せして出品してください。送料を無料で出品してください。もし FBA サービスを利用しないで商品を自分で発送する場合は、商品を上乗せするのを忘れないようにしましょう。出品価格の設定は、基本的には強気で出品後、商品が売れない場合には値段を下げるなどの柔軟な対応が必要となります。 しかし最初から再安値をつけて無駄な競争を起こさないようにしてください。これ最初からもそうですけど、途中からね、一回売れて補充するときにね、自己発送の出品者が安く出してるとか、FBA 出品者が安く出してると、それに引きずられることはないです。まずはそのままの金額で出してください。結構そのままで売れます。でそのままで売れない場合はね、また相談してください。 あるいは2週間経ってね、相談できない個別サポートの会員以外の方は2週間経ったら下げていくとかいう形にしてください。ビジネスを安定的に続ける上で利益確保は重要です。目指すべきは儲けの濃いビジネスです。薄利多倍で儲けが出ずに撤退することがないように出品価格の設定は強気で行ってください。出品価格を決めるときは、決めるのは難しいなと思ったら私の個別サポートを受ける検討をしてみてください。 以上、アマゾン S サポーター、堀秀夫でした。